あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。今日はこちら、ちょっと封筒が届いたんでね、こちらの中身を開けてみたいと思います。で、差出人が映画ニンニンジャー VS 特急ジャーザ・ムービー忍者 in ワンダーランドキャンペーン事務局ということで、まあ、これを聞いてね、ピンとくる方来ない方、まあ、いらっしゃるかと思いますが、まあ、ちょっと説明しましょう。せーの、パッというわけで、はい、こちらのチラシなんですけども、1月23日24日東京ドームシティプリズムホールで行われた動物戦隊獣王ジャーのプレミア発表会で配られたチラシです。で、ここにハガキがついてるでしょ。で、このハガキの裏に、さっき言った映画のニンニンジャー VS 特急ジャーザ・ムービー忍者インワンダーランドの映画のチケットの半券、これを貼って送ると抽選で5000名様に、プレゼントされるっていう限定アイテムなんですね。ちなみにこれがその映画を見た時にもらえる、入場者プレゼント、スーパー戦隊インカルタカード、これが3セット、あるんだけども、僕は2セットしか持ってないと。で、今回当選したこのプレゼントはこのカルタカードのスペシャルバージョンですね。さあ早速開けましょう。よいしょ、開けますよ。まずは手紙かな、手紙が入ってるのかな。あー、ありましたね、ありましたね。はい、ご当選者様、映画手裏剣戦隊忍忍者、今後とも東映作品を何卒よろしくお願い申し上げますと、キャンペーン事務局様からお手紙いただきました、ありがとうございます。というわけで、さあ早速よし、登場していただきましょう。よっと、さあいきますよ。せーの、スルスル。お、ちょっと待って、なんだ、3枚バラバラに入ってんのか、違うな。いや、いきます。せーの、スル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 。あー、ちょっと待って、あ、2セット入ってた。2セット入ってた。いや、あのね、あれですよ。僕、2通送ったんですよ。うん。2通送ったら、2個くれた。2セットくれた。いや、確かにね、あの、僕の友人とか、あの、ツイッターをフォローしてくださっているフォロワーの方にね、あの、話を聞いてみたら、みんな当選してるんですよね。うん。だから、ま、あの、抽選で5000名様っていうプレゼントに、5000人応募してなかったっていう可能性がありますね。さあ、それでは中身を出しましょうか。ペリペリ、さ、出します。やっほー。ちなみにこのスペシャルバージョンなんですけども、通常の入場者特典は、まあ、こうね、あの、特急ジャー、ニンニンジャー、獣王ジャーのね、このスーツの あれなんですけども、こっちはね、素顔戦士のカルタになってるんですよ。まず1枚目、さ、さ、な、仲良し修行忍忍者というわけで、忍忍者の6人のカルタになってます。そして2枚目、こちら、さ、はい、快速急行特急じゃ、あー、いいね、いいね、はいはいはい。そして3枚目がこちら、負けるな本能獣王者というわけでね、仲間セットになってます。うん、いや、忍忍者も特急者もね、あの、着物がすごくいい感じですよね。特に忍忍者すごい派手な着物で、いや、こう忍忍者らしいなみたいなね、着物になってますね。特急者もね、この時期にさ、このもう放送終了してもう1年以上経ってるわけだけど、もうね、あれ、この時期にこう特急ジャーの素顔戦士の新しいグッズを手に入れるみたいなね、なかなか貴重なあれですよ。いや、いいね。獣王ジャーもね、いや、すごい満面の笑みでね、うん、なんかフレッシュ、フレッシュだな。こう特急ジャーと比べるとね、フレッシュ。今日は見てくれてありがとう。次の動画に行く前にぜひチャンネル登録をしていってくれ。あと、今回の動画
以前の雰囲気っぽくてちょっと懐かしいなって思ってくれた人、高評価ボタン押していってくれ。というのも、今回俺様の出番がこれだけっていうのが原因だと思うんだけど、一体どういうことか説明してもらおうか。いやごめんごめん、いやだってさ、その特急じゃとかさ、ニンニンじゃとか放送してる時ってなんていうの、その ACR 様だって生まれてなかったわけだし、うん、まあ、だからね、その懐かしいとかそういうのないじゃない、まあ、だからそこはちょっと僕一人でやっちゃおうかなみたいなところで、うん、今回やっちゃったよ、うん、あとはそのさっき定員割れみたいな話を、まあ、させていただいたんですけども、まあ、確かにまあ定員割れしてもまあおかしくはないかなっていうところあるよね、うん、だからそのね、東京でしかやってないプレミア発表会にまず行かなきゃいけない、そして映画を見なきゃいけない、そしてその映画のチケットの半券を貼って送らなきゃいけないっていうね、この3ステップを踏まなきゃいけないっていう、どっかのこのステップでどん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 脱落者が減ってって結局5000人いかなかったのかなみたいなねところがねあったりしたんじゃないかなって思ってる。それではまた次回、バイバイ。